グリースガン。グリースガンは各種の機械に潤滑のためのグリースを注入、注油するときに用いる工具。グリースガンの注油口金を機械側に設けられたグリースニップルに圧着もしくは噛み合わせてう。日本工業規格においては JISB9808 グリースガンとして規格化されている。機械部品への適度な注油は機械の寿命を維持するために必要である。 1900年代初期に開発されたグリースガンとグリースニップルは現在では機械に油を刺す簡単な方法として広く使用されていい。アーサーガルボーグはシカゴの小型ダイカスト設備の共同所有者の息子でダイカスト機の油カップに一日に数回油を補充する仕事をしていた彼は1916年にグリースガン、ネジタイプとグリースプルを発明した。 彼のグリースガンは、金属ホース端が特殊な接続部を持つ、ネジタイプのグリースガンで、アーサーと彼の父は、このグリースガンを、ザ・リマイトハイ、プレシャールーブラクティングシステムと名付けた。1918年にアーサーは、この発明を米陸軍に持ち込み、トラックでテストされた結果その年の7月10日に、標準的な機材に採用された。1922年までに、 多くの産業に応用するため、特に丈夫な油を刺しているシステムに使えるように、アレマイト社はボタンヘッドシステムを導入した。ジュニアボタンヘッドシステムはオート街に油を差すのに用いられた。そして、ボタンヘッドのジャイアントバージョンが重い建設装置を含む広範囲にわたる産業で使われた。自動車産業は売上高のために最も大きな可能性であり、アーサーが 特許登録の5年以内には乗用車はアレマイト車手動グリースガンとホースアセンブリを備えていた。グリースガンは一般市民に普及し大部分の自動車注油は自動車のオーナーによって行われるようになった。1924年にはオハイオ州クリーブランドのアルリンザーク車がアリマイト車に購入される。そしてザークの注油器具と手動グリースガンの種類は アリマイト社のラインナップに加えられた。オスカー・ザークの名を取って名付けられたザークデザインはアリマイト社のピンタイプより非常に小さな部品を使ってホースカプラーとフリースガンをロックしない方式である。代わりにオペレーターがフィッティングにカプラーを適用してシールは押している圧力によって維持された。これはプッシュタイプシステムとして知られるようになった。 1930年にアリマイとシャ新しい油圧継ぎ手を導入する。現在の油圧継ぎ手はオリジナル版と非常に類似しており、世界で最も人気があるグリースアプリケーションシステムのままである。ジスではグリースを押し出す方式により、プッシュ式記号 P とレバー式記号 L がある。後者にはグリースを充填ないし装填する方式により、 手詰め形とチューブ型がある。また、注油口金の種類として、グリースニップルに圧着させる構造のストレート式、噛み込む構造のチャック式、ホース式がある。予備容量は、グリースの容量を、ミリリットルで表している。P は、510万1 5 2 l は11億5 0 0 2 0万300と、リースでは定められている。操作には手動によるもののほか、 圧縮空気を用いるもの電動駆動も製品化されている。実 s では、グリースの排出量として、グリースニップル内部に0.5パの圧力がかかった状態で、プッシュ式は0.3センチメートル以上、グリースニップル内部圧力3パの時でも、注油量は圧力0.5パの時の80%以上、レバー式は0.6センチメートル以上、 グリーンスニップル内部圧力6ンパの時でも、注油量は圧力0.5ンパの時の80%以上、有することを求めている。また、排出口を塞いで操作した際にかかる圧力として、プッシュ式では6ンパを超えること、レバー式、チャック式注油口金を使用では20ンパを超えることを求めている。これは、グリーンスガンのプランジャとグリーンスニップルに取り付けられている、逆止め弁。 バネでボールを押したもののバネに打ち勝つ状態により、グリースの排出量に大きな変化のないようにするため定められている。グリースガンにグリースを詰めるには、油糖と本体を離し、油糖の先をグリースの中に突っ込んで、ハンドルを引くとグリースは油糖内に吸い込まれる。カートリッジ、蛇腹形状の軟質樹脂チューブに、グリースが入っている式の場合は、キャップを外しカートリッジを、 本体内に入れる。ストレート式のグリースガンの場合は、ノズルをグリースニップルにまっすぐに装着した後ハンドルを押すことにより、グリースがニップルに注入される。まさしく装着されていない場合、グリースが漏れてしまうことがあるので注意を要する。チャック式の注入口金は、グリースニップルの頭部を加え込む方式になっているため、この装着ミスがない。 アメリカのアレマイトドイツのプレッソル、京都機械工具株式会社、株式会社ヤマダコーポレーションアメリカの M さん、サブマシンガンが似た形なのでこの愛称が付けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。